おざす。おざす。ちょっと今日はなんかいつもと違いますね。ちょっと YouTube 人気 YouTuber ギタリストの西尾さんとコラボなんですよ。え、そうなんですか。なんか今日一人多いなと思ったら、はい、あれ。もうあのゆるくちょっと準備してる感じ。まあ、西尾さんです。どうも初めまして。西尾です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやもう大ファンでね。大ファンで。毎日欠かさず見てましたよ。まさかの大ファンででもさ。あの先日新宿モーシのライブに遊びに行かせていただいて、はいはい、でその時に、まあ、結構なんていうかな、忍ぶって言ったらちょっとあれやけど、はい、何も普通に遊びに行って帰って、おしまいで、そう、はいはい、で後日 DM いただいて、おお。いやもう。バレてましたよ、あの来てんのが名前をボロフルネームだったそう、確認して来てると思ってメール送ったれみたいなやっぱステージから完全に見えてました。あ、いや、見えてた、結構見えて、ね、俺も最後挨拶行こうか迷ったんですよ。なんか物販来てたじゃないですか。あ、そうですね。ファンの方でも結構ぐちゃってなってましたもんね。YouTuber のことでやっていくのもなんかちょっとやろうかなと思って俺が知りませんねってなったもんね。そうそうそう俺それはあるんですよ。なんかギタリストのライブで終わった後、なんか迷ったけど、あ、でも一応挨拶しとこうかなと思って、すいません YouTube やってます西尾ですって言ったら全然知らんかったからめっちゃ変な空気になってうわ、なんかなんか YouTuber やってます西尾ってなんかすげえ恥ずかしい。そうそう、僕もそれあってこれ知らんかったら最悪やなと思って、ね、でも俺は知ってたんで大丈夫ですよ全然。いや、よかったっすわ。そうやってでも挨拶言ったらよかったっすね、あの時。いやいや、もう今日につながるんで全然大丈夫ですよ。いや、嬉しいっすわ西尾さん。はい、あのもうギターに関して西尾さんで多分もう出まくってんねやYouTube に、はい、めちゃめちゃ見ますよね。そうなんでちょっと逆に、はい、逆にというか、はい、YouTuber 西尾智也としての側面を聞きたいというか、はい、あ、ぜひ来てください。お、俺の性癖とかそういうのどうですか。ちょっと今 P 入りますけど始めたのめっちゃ早いですよね西尾。俺早いっすよ。だからあれ2012とかじゃないですかね。ギター YouTuber ならでも結構先駆けっすよね。あ、早い方だと思う。俺より前に早いやってた人いてたんですけど、でもねそんなにいなかったっすね。やっぱ最初の方ってどんな感じだった。今と変わってないですか、スタンス的には。あ、でもね金のことは全然考えてなかった。あ、楽しくてやってたみたいな。金と数字のことは一切考えてなくて、はい、とりあえずやってた感じですね。確かになんか結構昔から見てるんですけど、はい、なんかキャラというか、はい、昔結構関西ノリでこう突っ込んでたじゃないですか。確かに。だから数字増え始めて周りの人のこと意識し始めて、あ、やっぱあ、若干丸くなってくる感じはあるんでしょうね。僕だから初期からのファンとしてはそうでしょう。最初の方が好きやったっすね。なんかだって俺なんかこういう思ってることわーって言ったら怒られたりするんですよ。ああ、そうなんですか。で、ああ、そんなあかんねやなと思ってやめていったらどんどん丸くなって途中ぐらいから数字が欲しくなって、はいはい、すり寄りすぎたんかもしれない。こう見えてすり寄ったんかもしれない。 YouTube で視聴者にすり寄ったってことですか。視聴者にも心打ったんかもしれないですね。ちなみにコメントとかって見ます？全く見ないですね。あ、見ない。だからすり寄ってないんですよ。え、それは見ない理由とかってあるんですか？別に。あ、でもね、俺結構やっぱ影響されるんで。あ、そうなんですね。見てなんかこう言葉とかでも。あ、それ意外ですね。逆になんかもう腹立ってきて、なんか、はい、だから腹立つとなんかね方向性おかしくなるんですよ、自分が思ってるのと。あ、はいはいはい、本当はこう行こうと思ってたのにこう言われなんか言われてるからそこを意識しちゃって方向性変わるんで、はい、あんまり見ないようにして自分のこう進む方にただ進んでるっていう感じかもしれないです、ね。あ、だ結構じゃあ打ってくるんですね。来ます来ます、すげえ来る。そのイメージはなかったですね。マジっすか、はい。強いやつみたいな。あ、思ってました思ってました。なんか関西の全然ないですよね。ないっすね、うん、いやいやいや超弱いかもしれないですね。あ、それはでも意外なあれですね。超弱いですけどめちゃくちゃ腹黒いかもしれないです、ね。ちなみに撮影の日のなんかルーティーンみたいなのあるんですか。いや全くないです。例えば台本書いたり構成決めたりとかないですか。基本アドリブっすか。今日の朝も1本撮ってきました。おー、いやマジで。適当な動画撮ってあ、でも基本アドリブというか、
もうその時のノリで撮る感じですか。そうだから思いついたのをやってる感じですね、うん、その辺も似てますよね。なんかうんうん、あそうそう、僕らもそうそう基本、はい、なんか決めてやってたんですよ最初。なんか全然面白くなくて、へえ、うん、でも笑い大阪じゃないですか、はいはい、なんかこうそういう感じってありますよね。あ、ありますね。こう来たらこうで笑い取っていくみたいな、はいはいはい、あ、だから似てるのかもしれないですよ。え、何年目でしたっけ東京来て。俺ね16年とか。16年いったらもう完全にあれじゃないですか、はい、牙抜けるんじゃないですか大阪の。いやいや、もう牙しか残ってない。周りはそぎ落とされて牙だけ残ってる。だからアンチ増えてきたら、あ、一般にも拡散されてるなって思うようにしてます。YouTube のアルゴリズム的に。わかります。あ、これ言っていこうやなって思います。俺がね、それを確認するときは、コメント欄が異常に増えるときは、あ、これもいい意味でも悪い意味でもいろんな人に広がって、あの喧嘩起こってるよね。でもそれいるっすよね、多分。いやー、俺は、でプラスなんかこう意見言うのも悪くはないと思うんですよね。そのコメント欄同士で喧嘩するのも、はいはいはい、なんかまあそういう場を提供したのであって、まあ、みんな言いたいこと言えばいいよみたいな感じもあるんで、まあまあ何言われてもいいかなと思ってやってますね俺は。はいはい。じゃあ、あの、はい、いや、そろそろちょっとギターコーナーに行きましょうか。あ、行きましょう。お願いします。本編なんですけど、はい、今ね、あのボッチザロックっていうアニメの曲がすごい流行ってて。知ってます。知ってますか。ご存知です。曲一回も聞いたことないです。ちなみにボッチザロックご覧になられたことは一回もないですよね。ああ、それの曲がすごいまあ人気で。マジですか。その曲やればもうみんな見てくれるっていう。ライブ来てくれますかね。ライブ来てくれます。スターになれるんですよね、それ。そうする。マジっすか。で、その結構難しいって評判で、初心者にしては、へー、こんな弾けないみたいな。はあ、でそれ西尾さんならすごい上手いイメージあるんで、はあ、すぐ弾けるんじゃないかっていう。それ弾けるんじゃないですか、さすがに。すごい、もう出落ち感マックスじゃないですか。で、まあシンプルにちょっと教えながらも弾くっていう緩い感じなんで。はい、いいです、いいです。どんな感じのフレーズなの。一回ちょっと、はあ、最初は、ちなみに、おお、実は。実は。いや、やっぱすごい。いや、もうさすがですね。すごい。どうですか。そうですね。わあ。なんかこれで10分くらい引っ張ろうと思ったんですけど、無理ですね。もうショートでやるんですよ。行けましたね。ちなみにあの、ひろひくんにも教えた動画があるんですよ。初心者に教えて、全く無理だったんですよ。あ、今のフレーズ。今のフレーズ。あ、じゃあ経験者でやったらどうなるかみたいな感じのコンテンツってことですよね。あ、そうそうそう。西尾さんが弾くと、ああ、いけるのかっていう検証。よかった、俺これで全然弾かねえかった。もうシャレだなみたいな。もう動画上げれないですよね明日から。俺、でもさすがですね。もうさすがっすね、やっぱり。もう終わりましたね。もう終わりましたね。どんな曲これ。インスト。いや、インストではないですけど。このボッチザロックの曲インストと勘違いしてる。どうしよう。じゃあ僕、ま、これ続きないんですか。続きは、続き、まだいきますよ。で、コナンとか、まず、
します。すげえ、おお、聞けましたね。今なんか俺その子供の時にギター弾いて、はい、うまいねって言われた雰囲気出てました。君は天才だよって思って、やっぱり初心者にしちゃうとめちゃくちゃ難しいから、とりあえずいきなり弾けちゃったら無理です。でもね、俺もうそこが多分俺人の気持ちが分からなくなってるのかもしれない。どういうことですか？だから自分としてはこうギター来に来てくれた人に対して、はい、こんなんできるでしょって思ってるけど、実はみんなはそこで本当は難しく感じてるのを、俺がなんかもうギター弾けすぎてるがあまりに気持ちが分からなくなってるのかもしれない。でも弾けて当然ぐらいの感じになってるってこと。いや、この企画ありがとうございます。めっちゃほんまに気持ちが分かったかもしれない。俺終わっちゃったな、どうしようかな。あ、終わりですか。あ、僕じゃあバッキング弾くんで、ああ最後合わせて終わりますか。やりましょう。いや、だから そっか、だからこれが人気な曲なんですもんね、はい、今ね。今そうですね。そっか。でもみんなやっぱアニメ見てこれで始めるじゃないですか。ああ、むずすぎてみんなこの挫折するっていうのを今味わってるんですよ。だから俺が8フィンガー1時間もやってたらダメなのかな。ダメじゃないですか。ダメじゃない。みんな分かってくれってこれやっててもみんながぼっちだるくやってるからてかぼっちだるくをこうなんか8フィンガーでやればいいですよ。いけてて西尾さんが弾いたらこんな感じなんだみたいな感じで西尾バージョンみたいな。逆にちょっとダサいですよ。こうか、はい、こうか、ちなみにちょっと8フィンガー見せてもらっていいですか。8フィンガーこ僕のチャンネル史上一番すごいことやってますよ。かっこいい。これじゃああのボッチザロックのとこなんか制作会社行ってこれ入れてもらえませんか。何がすごいってこの音質でできるのほんますごいね。いやーすごい。これね、俺この歪み量ってついてけへん。何歳ぐらいのボッチ。割とクランチですよね今。そうそう、そこまでがっついじゃん。なんかもうちょっと原因あった方が。いやこのチャンネルでこれをできるってことはね、全国のボチザファンもね、エイトフィンが理解してくれると思う。あ、じゃあ最後ちょっとこれちょっとね、あのちなみにドラムも弾けるんで、イントロだけ合わせて終わりましょうか最後ね。そうですね。あ、イントロだけちょっと一緒に確認してちょっと合います。一旦切りますね。ちょっとみたいな、もうちょっと。ああ、いや、ああ、もうちょっと。すみません。いやいやいや。いや、なかなかこんなん多分僕のチャンネルで見れないんで。いやいやいや。じゃあやりますよ、その合わせみたいな。